はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はちょっと番外編的な感じで、まあ、あのサクセスでもなくガチャでもなく、一応暁のサクチャレの、告知が来たので、まあ、これの確認と、あとはちょっと後半ね、いろいろとコメントをいただいてて、まあ、もちろんコメント欄でも、まあ、返信はなるべくしています。まあ、ただね、ちょっと動画の中で、まあ、何個かピックアップをして、まあ、回答をしていこうかなと、まあ、そんな回に、していきたいと思います。でコメントに関しては、まあ、一応質問コーナーとかを設けたわけじゃないんで、別にあの画面には出しません。こっちで何個かもうすでにピックアップしてあって、それを口頭で言って口頭で返すと、まあ、そんな感じで、やっていきます。じゃあまずは、暁のサクチャレですね。開催期間から、確認していくと、まずは5月の8、まあ、次の月曜日から、応援キャンペーンが始まりますと。でさらにその、翌週から、第2弾の応援キャンペーンが始まりますと。で多分ここでもう一回暁が、復刻でガチャで来るのかなと思います。で実際のサクチャレ自体は、5月12日金曜から5月22の、まあ、月曜までですね、まあ、10日間くらいありますと。で集計期間があって結果発表があるというような流れになってます。で、今回のデッキの組み方なんですけれども、イベントデッキボーナスですね、まずは各守備のキャラをセットと、まあ、守備位置でまずプラスがつきますよと。で投手、捕手、内野手、外野手でスタッフで各 20% なんで、全員入れるとプラス 100% と。でそれについての、特攻キャラがいますよということになってて、まあ、基本的にはサクチャレはもう特攻キャラゲーなんで、まあ、ボーナスの、ね、高い人を、まあ、セットしていって、であとはちょっとちょこちょこと、やってみた感じ入れ替えを行って、まあ、経験点を叩き出していくという流れになります。で一応その特攻キャラ、まあ、イベキャラ1から3まであるんですけれども、ちょっと3の方が、高いような感じになっているので、3から、見ていくと特攻イベキャラ3ですね、まあ、七井と今野と暁守と。でこの特攻イベキャラ3、俺は誰も一人も持ってないです、 SR キャラクターあの七井、暁守ガチャがあったと思うんですけど、そこは爆死してるんで、手に入れることができませんでしたと。でただこの特攻イベキャラってそのサクチャレ応援キャンペーンの中で、まあ、新しくガチャが出るじゃないですか。でそこで新キャラになった人も、追加で、特攻イベキャラになったりするんで、まあ、増える可能性は十分ありますね。でそうすると、特攻イベキャラ3 SR だと 13%、 もし PSR 持ってれば 15% というところになるんですけれども、まあ、ここは誰一人持ってませんと。で特攻イベキャラ2ですね、特攻イベキャラ2を見てみると、まあ、二宮、三本松、四条、六本木、すみかちゃんと。で、この中で俺が持ってるのは、二宮、四条、六本木という形になって、でスタッフキャラは多分すみかちゃんをお借りするような感じになるかな。であと特攻イベキャラ1っていうのがあるんですけど、これがねちょっと難点で、まあキャラ的には普通の怒り守るでアフロ怒り、一ノ瀬、八島、つくも、すっす、野球マン3号のひじりちゃんというところで、わりかしね、あの手に入れやすいキャラになってると思います。まあ、一ノ瀬と八島と、ひじりちゃん、野球マン3号はもう配布キャラなんで、まあ、とりあえず SR については、まあ、普通にやってればみんな持ってますと。で、怒り、アフロ怒り、つくも、すっすに関してはもう初期メンバーなんで、まあ、ちょっとアフロ怒りはあれですけども、基本的にもう初期の頃からいるメンバーなんで、まあ、それなりにガチャを引いてれば、まあ、持ってる可能性は結構高いですと。でただこの特攻イベキャラ1って、ボーナスポイントがめっちゃ低いんですよね。 SR でプラス 5% なんですよ。で特攻イベキャラ3のキャラクターって PR で 11% つくんですね。で、特攻イベキャラ2の SR と、比べても、特攻イベキャラ2の、SR は 10%、3の PR は 11% なんで、こっちの方が高いんですよ。で基本的に、特攻イベキャラ 2SR と特攻イベキャラ 3PR で俺は組む感じになると思います。であとはもちろん SR の方がそのイベントの経験点とかタッグの経験点が高くなるので、まあ、ちょいちょい入れ替えをして、まあ、どういったデッキがいいのかっていうのをちょっと考えていく感じですね。
なので自分の今のところの編成は特攻イベキャラ2の、SR で組んで、まあ、七井とかね暁守 PR は持ってるんで PR でまあ入れていこうかなと。でそこにすみかちゃんをお借りするというところで考えてます。であとはそのイベキャラ応援ボーナスだっけ、なんだっけ、なんか忘れちゃったけど応援キャンペーンか、サクチャレ応援キャンペーンで、まあ、ガチャの内容次第になるんですけれども、まあ、ここでね例えば七井とか暁守が復刻して、まあ、当たれば、まあ、そっちに入れ替えてはいくんですけれども、まあ、内容によってはこっちも引いていきますと。であと今引っ込んじゃったんですけど1周年記念第2弾ガチャがあったじゃないですか、サンバ新島ちゃんが出るやつで、サンバ新島ちゃんの第2弾キャンペーンもなんか5月の中頃あたりからやりますみたいな、告知が、出てたんですけれども、そっちはどうかな、まあ、サクチャレ応援キャンペーンの内容にもよりますけれども多分自分は回避するような気がします。サクチャレ応援キャンペーンの方に、まあ、多分ガチャを突っ込むというようなところですね、まあ、あとはその暁のサクチャレの景品が誰になるかっていうところですね、まあ、変な話いらないキャラクターだったらガチャ引いてまで走るかって言われると微妙なんで、まあ景品今野球マン3号が出てるので、まあ、例えば野球マン1号2号がサクチャレ応援キャンペーンでガチャで来るかもしれないし、暁のサクチャレの景品になるかもしれないといったところですね。で野球マン1号2号はね俺結構欲しいんですよやっぱり。なので野球マン1号2号とかが景品になれば、取りに行きたいと思います。とあとは、神楽坂くんとかですね、まあ、そろそろ来てもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっと誰が来るかにもよりますけれども一応サクチャレの方に、ちょっと力を入れようかなと思ってます。で一応暁サクチャレの、告知については、まあ、こんな感じで、あとはちょっと後半ですね、ちょっとコメントについていろいろと、回答していきたいと思います。じゃあちょっとイベキャラボックスを見ながら、ちょっとコメントの方をね拾っていきましょう。まずはそろそろ震度をプラス3にしたら、いいんじゃないですかというようなコメントをいただいてるんですけれども、これはねキャラ順にして、まあ、確かに自分の動画、先発を作るとき結構ね震度をこうコントロールキャラに入れてる回がね多くて、で振動は、プラス3いわゆる40レベルで、固有ボーナスが発生するんですね。で今の手持ちが振動のプラス2と PR が1枚あるんですよ。でここに大丈夫博士像を5枚突っ込むと PR プラ5が出来上がって、まあ、確実に SR のプラス3が出来上がるというような、内容ですね。で40レベルになると大人の風格いわゆる固有ボーナスがついて、まあ、さらにね、強い投手が作れるようにはなるんですけれども、今ちょっと悩んでるのがあって保留してるんですよ、まあ、それは何かっていうと右にこの須崎くんがいるんですね。でこの須崎くんはあの SR だけだとねプラ1にしかできなくて、PR が3枚ありますと。で、もし確実に朱雀をプラ3にしたい場合って大丈夫博士像を、10個使うことになるんですよ。要はこれをプラ5にして突っ込むと、でこれをプラ5にして突っ込むと、でプラ3が確実に出来上がりますと。でそうすると振動に突っ込む大丈夫博士像がなくなるんで、まあ、ここをねどうしようかなとすげえ悩んでるんですよ。ともう一つ、一応ね神楽坂くんってもうほぼほぼ、イベントキャラになると思うんで、神楽坂くんがね仮にちょっとプラス3で、取れなかった場合のために、大丈夫博士像を取っておいてはあるんですけれども、一番理想的な形としては、この、朱雀に、大丈夫博士像5枚突っ込んで、一気にプラス2解放してプラス3になるということが起きればかなり嬉しいですねと。でそうすると振動の方も5枚突っ込んで、プラス3にできるという感じではあるんですけれども、俺もね結構ね優柔不断な方なんでここら辺悩んでますという感じで、振動プラス3、まあ、確かに作りたいキャラではあるんですけれども今はちょっと悩んでますというところですね。で、じゃあちょっと次の、コメントに行きますと、大西はアンドロメダより普通の大西の方が、まあ、使いやすいと、まあ、思ってるんですけどどうですかという感じなんですけれども、まあ、アンドロメダ大西と、あと自分ね普通の大西はもうこのアンドロメダに突っ込んじゃったんで確か普通の、大西はもう持ってないです SR は。
て、まあこれはどっちがどっちっていうのは、まあ金徳によりますかね。普通のアンドロメダ大西については、まあ、何がいいっていうと鉄腕がね確定なんですよ。で鉄腕は俺は結構優秀な、結構というかかなり優秀な金徳だと思ってて、まあ、もしねあの鉄腕を確定で取りたいというのだったら、普通の大西くんを使えばいいと思います。でただ鉄腕に関しては俺はね、余剰くんは野手キャラなんですけれども投手で使うとあの鉄腕を確定でくれるんで、まあ、あの余剰を使ったりする機会がかなり多いので、まあ、ちょっと普通の大西くんはあんまり出番がないかなと。でそもそも大西自体が出番が少ない俺の動画の中でアンドロメダ大西とか大西を使った動画はちょっともう思い浮かばないくらい、使ってないですね。で、大西自体はスタミナキャラなんですけれども、やっぱねスタミナキャラはあの俺はよく使うのは自分の中でいくと、やっぱ沢村ですね。沢村くんをよく使います。でもし、須崎くんがプラス3になればもうちょっとほとんど大西の出番はなくなると思います。まあ、ネタ的にねアンドロメダで、固めるっていうやつはやってみたいとは思ってるんで、一応ねレベルは40にはなってます。まあ、これは機会があれば使っていこうかなというキャラですね。でアンドロメダ大西は金徳はミスターゼロで不確定になってます。でただ、普通の大西とテーブルがね違うはずなんですよ。普通の大西もう持ってないんでテーブル確認できないんですけど、アンドロメダ大西の方が、経験点自体、練習の経験点自体は稼げるような、テーブルになってるはずです。とあとコツも、違います。普通の大西はポーカーフェイスしか持ってないんですけれども、アンドロメダ大西は街道と重い球があるので、伸びと重い球両方とも優秀なコツを、まあ、くれるっていうのが一つ利点だと思います。ので、まあ、自分は多分アンドロメダ大西の方がどっちかっていうと好きかなっていうところですね、というような感じです。じゃあ次ですね、猫神初のアンドロメダ大西ゼニガタが、1周年記念のガチャで、SR として当たりましたと。でまあ、どれがいいですかっていうことだとは思うんですけれども、まあ、この中でいくと俺初の方をねあの持ってないんですよね。あの PR と R しか持ってないんで、初のってなんだっけ、ストライク送球とかだっけ。でストライク送球っていうのは、まあ、外野とか捕手とかに、まあ、つけたい金徳ではありますよね。でテーブルとかはねちょっとわからないんで見れないんでわかんないんですけれども、まあ金徳次第ですかね。まあ、簡単に言うとキャラって、金徳とあとどういうキャラを作りたいかによって、まあ、入れればいいと思ってるんで、あのパワプロはあの所詮自己満のゲームなんで、自分の作りたいようなチーム作りをやればいいと思ってます。まあ、査定に走るのもいいし、好きな特殊能力、好きな能力を、上げて、まあ、チーム作りをするっていう、まあ、自分なりの楽しみ方ができればいいと思うんで、まあ、あんまりねあのこいつマジ使えないっていうキャラは少ないと思います。まあ、少ないっていうんでいるんですけれどもマジいらねえみたいなキャラクターは。で猫神くんですね。猫神くんは俺ねわりかし使ってました。今はねあんまり使ってないんですけど、まあ、何がいいかっていうと、大番狂わせと高速ベースラン、これをね選択で選べるっていうことですね。でコツに関してはまずヘッスラは自分で、直撮りで潰すと。で気分屋に関しては最初の自己紹介のところで、コツレベル5で、くれるんで特に潰す必要もないと。でそうすると、基本的には盗塁と走塁、走力キャラを作るときにはかなりいいと思います。もうこの2つだけのコツになるん でもし走力キャラを作りたいとすれば高速ベースランを取って、大番狂わせは、査定的にはかなり、優秀な金徳だと思いますので、走力キャラで大番狂わせが取れると、走力ポイントを稼ぎつつ、走力ポイントっていうか敏捷ポイントを稼ぎつつ、査定効率のいい大番狂わせが取れるっていうのが猫神のいいところだと思います。で基本的に高速ベースランと、まあ、盗塁の金徳、電光石火、これめちゃくちゃ重いんで査定効率がいいかって言われるとちょっとあんまりよろしくないんで、まあ、それを、大番狂わせが取れるっていうところは猫神はいいところだと思います。
で、銭形くん、銭形くんに関してはもうちょっと俺も使ったことないでよくわからんすっていうところですね。銭形くんはね、確か持ってるはず、持ってなかったっけ、それすらわからん。銭形、あ、持ってる。で、銭形はあのレベルは上げてないですね、レベル9。多分これプラ1、 SR じゃなくて PR のプラス5を突っ込んだ時にレベルが上がったやつだと思うんですけど、何かっていうと、まあ、守備なんですよね。守備なんでどうかなっていうところはあるんですよね。テーブルとかもあんまり確認したことないんだけど、やる気効果アップ50がついてて、技術ボーナス6か、あ、最終的には8までいくのか。で、タックが60ね。タック60っていうところがちょっと微妙かな。まあ、ただ自分はあんまり使いませんと。で、同じ人で、PSR のガチャ券を配ってたじゃないですか。で、そこで、当たったのが、まあ、余剰とウドですと、 PSR の余剰とウドですって言ってるんですけれども、ちょっと余剰は多分兄貴の方だよね。ちょっと書いてないんで分かんないんですけど、多分兄貴だと、余剰って言うと多分兄貴の方を指してるだと思います。まあ、妹でもね、全然両方当たりだとは思います。で、余剰に関しては、まあ、精神キャラで暁台でめちゃくちゃ使えますね。で、俺は、今 SR の単なるレベル35なんですけれども、余剰に関してはまず解放するとやる気効果アップがつくんですよ。で、 PSR ってことはレベル40まで上げられるはずなんで、単独で、やる気効果アップ 100% がつくんですね。で、そうすると余剰はね、やっぱり相当強いキャラになると思いますのでね、本当はね、俺もこの余剰を、まあ、最低でもあとプラス1、37にしてやる気効果アップ50をつけたいところではあるんですけれども、ちょっと今のところはできないかなと。で、自分の暁デッキを、見てみると、もう余剰とね、妹はね、もうほぼ入ってますね。両方外れるってことはね、もう 100% ないです。どっちか入れないと打倒できないんで、自分の腕だと。で、さっきのアンドロメダ大西の話でも出したんですけど、余剰はね、あの投手でも入れてますね。やっぱりね、鉄腕が確定で、かつ、精神練習で、まあ、最初の方に打倒するんで、もう評価も速攻で上がるというところで、本当ね、余剰兄貴は使いやすいキャラだと思います。もちろん妹もすげえいいキャラだと思いますので、PSR で、まあ、当たったと、言ってるんで、これについてはね、いいですね。 SR についてはちょっと申し訳ないけど、そんなすげえかって言われるとちょっと微妙なところはあるんですけれども、もう PSR ガチャ券で余剰当たりましたと、もうそれだけで、勝利だと思います。で、あと宇戸くんですね。で、宇戸くんに関しては筋力キャラがね、揃ってなければいいと思います。もう東条とかライチを持ってますって言うんだったら、あんまり出番が、ないかもしれないんですけれども、最初の方はわりかし使ってましたね。今はね、ちょっとやっぱり俺も東条がいるんで出番がかなり少なくなっちゃったんですけど、まずテーブルに関しては、宇戸くんはホモテなので、初期評価が高いですと。で、タック80の練習効果アップがあって、ボーナスもついてますというので、まあ、わりかし、経験点も稼げて、何よりね、あのパワーヒしかないっていうところがいいですね。パワーヒッターはもう確実に、つけたい特能なんで、まあ、やっぱりね、パワーチャレに関しては俺はね、パワーヒッターと広角打法がないと、結構厳しいんで、まあ、宇戸くんはもうパワーヒッターほぼほぼ 100% とは言わないけど、ほぼほぼ 100% 取れると思って、間違いないキャラ と、金徳が重戦車で、これも査定効率についてはかなり、いい金徳になってます。で、金徳の重戦車を取るときについでに逆境のコツもね、もらえるっていうおまけ付きなんで、宇戸くんもね、結構いいと思います。で、ただ筋力キャラが揃っちゃうと出番は、なくなっちゃうかなっていうような印象ですね、というような、感じです、じゃあちょっと次、野球マン3号、まあ、イベントが重いので、まあ、イベントの軽さでいけば二宮も悪くないけれども、肝心の成功率が、でもし司令塔を取るなら、今野が一番無難な感じですねというようなコメントをいただいてるんですけども、俺あの今野を使ったことがないんですよ。で、まあ、前々からねちょっと言ってるんですけど、パワープロアプリの方が俺あのブレインマッスルで止まってるんで、ブレインマッスル以降に実装されたねキャラクターについてはもうほとんど知らないです。で、
まあ、パワープロアプリの方もね、最近ちょろっとまた再開はしだしたんですけれども、やっぱりあのこっちの方がメインになってるんで、新キャラはね、だからね、ほとんど分かんないです。で、一応ちょっと今野ちゃん、まあ、確認してみると、まず、福井部が重いですと。あと、正月に大凶が出ると不眠症がつきますと。で、さらにバレンタインで虫歯がありますという感じになってるんで、まあ、彼女キャラとしては、どうかなというところが、あるので、まあ、ただね、ちょっと使ったことがないので、実際の、あの体感的なものがわからないんですけれども、まあ、そうですね、司令塔をちょっと、つけるために今野ちゃんお借りして、まあ、1個サクセスをやってみようかなともちょっと思ってます。なので、まあ、司令塔をつけるだけなら誰にしますかというようなところですかね、まあ、3号にするか二宮にするか、今野にするかと、まあ、どれもちょっと一長一短というところに、まあ、なる感じですね、というようなところで次の、コメントに行きたいと思います。PSR で、田中山くんが当たりましたと、いうコメントをいただきまして、これもかなりいいと思います。田中山くんどこにいるんだ。これ田中山くんもちろん SR しか持ってないんですけども、田中山くんは、まずテーブルがいいですよね。やる気効果アップ 100% で、技術ボーナスがついてタック80と、かなり単独でも経験点を稼ぎ出せるキャラになってます。まあ、初期評価がねやっぱりちょっと低いのが難点ではあるんですけれども、まあ、そこは40までいけるんで、多分初期評価 PSR の方が確か高いよね。60とかになるのかな PSR だと。なので、まあ、そこそこの、初期評価も、PSR だと出せて、まあ、タッグでも経験点が稼げますと。で、金徳は魔術師になってて、不確定ではあるんですけれども守備力依存というところになってて、一応俺田中山くん使うときは、A まで上げてますね。 A まで上げればねかなりの確率で魔術師をくれます。多分8割9割くらい、体感的にはもらえる感じかな。もし A まで上げられればね、イベントがガンガン進んじゃうとちょっと低い状態で、イベントを迎えちゃうのであれなんですけれども、とにかく田中山くんは、金徳のイベントが2回目で終わっちゃうんで、進みすぎると守備力がね上がらないまま、金徳のイベントを迎えるっていうところがちょっとあれなんですけれども、もうバントさえ潰しちゃえば守備職人のコツも安定しますんで、田中山くんは、まあ、俺はかなり、気に入ってるキャラですね。相当いいキャラだと思ってます。なので、PSR 田中山くんおめでとうございますというところですね。で、また、まあ、結構ねガチャ動画やってると、なんかこのキャラ当たりましたとか、このキャラ当たったんですけどどうですかとか、このキャラとこのキャラどうですかみたいなのが、多かったりするんで、まあ今ね自分が話してるのは完全的に主観なんで結局は、自分の作りたい選手を作ってくださいという感じにはなっちゃうんですけれども、あともう一つが、小平くんが当たりましたと、いうのがありました。多分これね PSR の話が前に出てたんで、 PSR の小平くんが当たったんだと思います。で、小平くんについてもやっぱりいいキャラだと思います。で、小平くんについては、一番最初実装された時と比べて、1回強化が入ってます。でね、俺この小平くんの強化されてから使ったことがないんで、ちょっといまいちその体感的なものが分からなくてあれなんですけれども、まあ、経験点とかがね、もちろんアップしてるとは思います。で、金徳に関してはなんだっけ、そのチャンスメーカーの上位のやつ、切り込み隊長か確定でもらえるんで、まあそこもいいですねと。で、ただ切り込み隊長のね骸骨を、自身が持ってないので、まあ、ちょっとそこをどうにかするっていうところが必要になりますけれども、もし使うんだったら騎馬妹と一緒に使うといいと思います。騎馬妹は最後のエピローグで、チャンスメーカーのコツをくれるので、まあ、そこで取ると。で、騎馬妹の金徳が芸術的流し打ちなので、小平くんコツもいいですね。走塁安倍比流し打ち内安打というコツになってますので、まあ、ここで流し打ちを取れれば、騎馬妹の芸術的流し打ちも、お互いフォローできるというようなところになってます。で、あと一ついいのが、レベル20で試合経験点ボーナスがつきますので、まあ、ここでね、経験点も底上げできるというのが、いいところだと思います。小平くんも、優秀なキャラクターだと思います。おめでとうございますというところですね。で、またちょっとキャラクター関連になるんですけれども、滝本はどうですかと。
で、あと滝本 と、清本、比べてみてどうですかみたいな、コメントがあったの で滝本に関しては、PR をちょっといろいろ突っ込んでみた結果もうプラゴになってますと。でただレベルはね、39で止まってて、やっぱりねちょっと筋力キャラに関しては結構ねこの格差があると思うんですよ。もう必要な登場とかライチを持ってると他のキャラクターがねあんまり出番なくなっちゃうっていう。で滝本はいわゆるね登場当てる前はねかなり使ってましたね。で滝本くんはちょっとねタックが60で、筋力ボーナスとやる気効果アップ50、あ筋力8まであるのか。なのでそこまでねタッグで経験点を稼ぎ出せるキャラじゃないんですけれども、まずコツが優秀ですね。チャンスと阿部比とパワー比と広角とで、一応体当たりもあるんで体当たりは直取りしましょうというところで、まあ、野手に関してはもう欲しい特能をこいつ一つで網羅してると。であと安定しないキャラについては、まあ、ちょっとコツが多くてパワー比とかね広角打法が安定しないっていう時に滝本と組み合わせるとわりかし安定するっていうのが滝本の強みだと思います。とあともう一ついいのが、金徳が、アーチストとアンダ製造機、まあこれは選んで取れますと。まあ両方不確定ではあるんですけどもわりかし成功率は高いと思います。でただやっぱり難点なのが体力を削ってくるっていうの と、イベントがちょっと多いので重たいかなと、前イベントになってるんですけれどもイベントの重さが気になりますというところですね。でそれと比べて清本ですね。で清本もめちゃくちゃ似た選手なんですよ。清本ってちなみにどこにいるんだあいた、清本も、テーブル自体は同じだと思います。タッグ60の、やる気効果アップ50の、筋力8というところで、まあ、練習の、ね、経験点は、清本と滝本もそう変わらないと思います。で、コツもすごい似ててチャンスとパワー比と広角と逆境になってます。で余計なものはついてないので、まあ、パワー比と広角が、ね、取れるっていうのが、かなり強みで筋力だけの話でいくと多分清本の方がいいんじゃないかなと思います。清本は確か、筋トクが2回で終わるんで、まあ、早めに終わりますと、まあ、アーティストはね不確定ではあるんですけれども、で滝本と比べると全体的なイベント数は確か1個少ないのかな。ただ、体力の削り方清本もねあんま使ったことないんで体感的なものは分かんないんですけど、まあ、割かし確か削ってくるキャラのはずです。なので筋力系だけでいくんだったら清本を使ってもいいと思うんですけれども滝本のいいところは阿部比があるっていうところとアンダ製造機が取れるっていうところですね。でアンダ製造気持ちっていうのも結構珍しいんで、まあ、あと友沢と、ちーちゃんですねがアンダ製造気ではあるんですけれども、まあ、この、ね、キャラを入れないときに、まあ、滝本を入れて取っていくっていうのが全然ありなんで、まあ、アンダ製造気アーチスト持ちのね、まあ、選手っていうのはやっぱり1人作っておきたいキャラではあると思います。まあそれは俺の勝手な個人的な感想なんですけど、で友沢がねどうなのかなっていうのがあるんですよね。友沢もコツは優秀で阿部比とパワー比であと肩コツですねがあるんですけど通常のねイベント内容がねちょっと微妙ですね。でアプリの方はなんか強化が来たみたいですけれども多分サクスペの方はまだ、友沢イベント強化は来てないと思います。でアプリの方はあとね別バージョンの友沢があるんであれはどこだっけ激闘第一だっけ激闘第一高校バージョンの友沢ちょっとネットで見てみたらまともざわとか呼ばれてて、まあ、そっちの方の友沢はねかなり使えるみたいではあるんですけれどもまあ多分まともざわくんの方が強いと思いますので、まあ、今ちょっ と、パワチャレの方サクスペの方は、一旦友沢はどうかなっていうところですね。というような感じですかね。一応まあさすがにねコメント全部はピックアップできなかったので、まあ、最近のコメントをちょっと何個か拾わせていただいて、まあ回答の方をさせていただきました。まあ質問の方とかはね全然していただいてでただ一個だけ言わせてもらうともう大体俺の主観で答えてるんでまあ意見がねぶつかり合う時とかもあったりするとは思うんですけれどもまあそこはね、まあパワープロは楽しみながらやっていきましょうという感じですね。まあなので、次のね暁の
サクチャレの方、頑張っていきましょうということで、今回の動画はこれで終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。